今回はあの3人を打倒してラクスを誘拐した犯人に対するネットの反応を紹介します。劇場版シードのネタバレを含みますのでご注意ください。それではどうぞ。うへへへ、キラヤマトもアスランザラもシン・アスカも無力化してついにコンパスの総裁を捕らえることができたぜと思ったが、3人無力化するのに全ての力を使い果たしてしまったぜ。ふふ、む、無念。ね、私の出番ってわけね。ここからイザークとかバルトフェルドとかムーとかわらわらスーパーエースが出てくるぞ。気合い入れろ。やっぱり主人公陣営ラスボス枠すぎない？やめてやれ。そいつはもう。返事がない。ただの屍のようだ。頑張ったんだな。多分死ぬ縛りで 1000% の力を発揮したんじゃね。交尾終わった鮭みたいな死に方だな。まだ交尾できてないのに。とりあえず総裁が無事だったのを喜べばよいのか？多分君らが必死で戦ったから野生のやべえやつの寿命が縮んだから喜んでよいと思う。グヘヘヘ。だが忘れるな。俺が力尽き倒れても第二第三の俺が。なんだお前、警備体制の不備と慢心を指摘してカツを入れに来たのか？画像は目の前でやべえやつが唐突に死んで泣いちゃったラクスか。あの三人を無力化できるほど大暴れして目の前で迫ってきたら怖いでしょうよ。目の前で力尽きても。洗脳してくるオルフェと違ってシンプルなゴリ押しという野生に溢れる恐怖。あれは顔の移動で種付けおじさんだけど、こっちはどう猛なゴリラだからな。シンプルに命が危ない。結局何が目的だったんだろうな。死んでるからマジでわからないのか。ラクスが怖い思いしただけか。なんならあんたも捕まえるだけ捕まえて何もされてなさそうだな。ラクスとカガリを捕らえるという大事件と思いきや、捕らえただけであんまり色々できなかったか。大残命同士でネズミ一匹とはこのことか。連合もザフトもファウンデーションも成し得なかったオーブ支配を短期間とはいえ個人の武力で成し遂げたとしたら時代のあだばな。乱世の恐竜、最強の武将として語り継がれそうではある。シンプルにめちゃくちゃ強くてめちゃくちゃ悪い奴は一定の支持を得られるよね。コズミックイラのヨフ。ラウル・クルーゼの3倍濃縮クローンか何か？戦闘力は3倍だが残り寿命は3分の1？アッシュのカーボノイドヒューマンなんじゃ。あの3人を無力化できるとかテロリストの誉れだろ。まあジョージ・グレンの発言のように野生のやべえやつが出てきてもおかしくないし。モビルスーツ戦にせよ肉弾戦にせよ化け物だよねー。魔竜さんとかその他もろもろいるし、その辺を必死で振り切ってラクスに迫って力尽きたか。弁慶みてぇな死に方。サンバカ無力化とか俺ってば不可能を可能にとか言いながら死んでそう。三人無力化してる時点でむちゃくちゃ強いんだからなんとか助けて、コンパスの主戦力になるよう説得しよう。もったいないやつだな。多分コズミックイラ最強に名乗りを上げられるくらい強かったろうに。というか無力化してるからめちゃくちゃ強いのに。要求を通すどころか要求を提出する前の事前準備だけで力尽きるとか盛大に何もできなかったじゃん。これ強いから戦争したら世界支配できんじゃね？とかコンパスに喧嘩吹っかけたら気持ちいいんじゃね？くらいの野蛮な動機で動いてそう。お前たちが戦う意志を見せなければ俺はオーブを破壊し尽くすだけだ。勝った方にしっかり傷を残す生き方しやがって。規模は違えど劇場版よりピンチじゃねえか。ラクスはとりあえずトラウマだろうな。ラクスを先に捕まえてるなら最強の証明をするために本気の3バカを焚きつけたとも言えるけど、無力化してからなんとか捕まえて倒れてるから目標はラクス捕らえた後なんだよな。コンパスの主要な人員がコーディネーターであることへの抗議とか。でもこいつ、不平とか言ってましたよ。ほなロマンティクスが目的か。無力化だけで死亡させてないから怒るに怒れない一同。普通に殺すより無力化の方が困難なのはキラを見てるとなんとなくわかる。おいなんだったんだこの化け物は。
ロボゲー中毒者によくあるめちゃくちゃ強い敵複数をソロでボコボコに従う変態と思われる。野生の変態。変態。暴力の変態かもしれないし、絶の変態かもしれない。要人暗殺用、捕獲用の強化人間かと思われて検査すると普通のナチュラルで、なんなんだこいつになるやつ。ナチュラルの中から生まれたイレギュラー。ナチュラルなのかコーディネーターなのか、モビルスーツで無力化したのなら3人の機体より性能が上か下かで化け物度合いが変わってくるな。純章が今回の映画で明らかに上のスペックに粘りまくるし、3対1でも連戦でも1人どころか3人に勝ってる時点で機体関係なく化け物の中の化け物では死んだとは限らんだろう。ラクスの目の前でぶっ倒れて気絶しただけかもしれん。最近強い除血っぷりが取り沙汰されるが、ラクスは優しい女の子だから目の前で誰かが死んだように倒れたら自分を襲った相手であっても助けるよね。2時間映画の尺なら1時間半ずっと欲張りに暴れまくってキラー神全員倒してラクスをさらうけど、その時点でロマンティクス無理なくらいの重傷。15分で過去回想してラクスへの思いを語り、クライマックスで混乱に便乗してきた小物黒幕と相打ちになりラクスの目の前で死んで押しの傷になる。悲しい過去持ちなのも込みでこいつみてえなやつだな。差別が後かデスティニープランが後かうるさいことを言ってたくせに中盤でパラガス並みに雑に退場する黒幕。差別とか運命とか知らねえ。俺は誰であれ俺の邪魔をする奴を倒すだけだ。と小物を抹殺してコンパスとの決戦に臨むのか。戦うの楽しかったんだろうな。無念という割にラクスに何もできなくてもどこか満足げ。地位人類には最強のものに挑むという遺伝子が遥か昔から刻み込まれている。どいつもこいつも謎に反骨心が強いんだよ。本気出して挑んでキラー不信全員をなんとか無力化して勝てるけど力尽きるとかそりゃ楽しいだろうな。あなたをコズミックイラに転生させますとか言われると嫌だけど、キラー不信全員と互角に戦える特典付きですって言われたら戦いたくなるのはわかる。好き好んで敵対はしたくないし悪になりたいわけではないけど、あの CE 最強パイロット3人と互角に戦えますって言われたらやりたくなるよな。ゲーマーとかの差がというか。コズミックイラ版のベスパーワンフロイトかな。動け、ロックスミス。まだだ、これからもっと、面白く。こいつに3人が負けた時点でたった1人に対処できなかったコンパスの存在意義が問われるか。むしろコンパスの戦力増強のいい口実になってしまうかの二択。いずれにせよクソめんどくさい。これは良くも悪くも人気出て歴史に名の残る英雄。千年後にはこう、チンギスハン、アレクサンドロスと肩を並べてそう。これやった動機が最後にラクス総裁に会いたいとか握手したい、手料理を食べたいとかだったらどう反応すればいいか困るぞこれ。普通にコンパス入るじゃダメだったのか、それ。模擬戦じゃつまらんだろ。やっぱ静止がかかった本当の戦いでなきゃな。劇場版のスタッフロールの後で新しく配属された方をご紹介しますわと一命を取り留めたよ。ふかっこかりが出てくるだろ。ふへへ、命は助かった士官士のもとこれからコンパスで働くぜ。よろしくだぜ。俺より強いモビルスーツ乗りに会いに行く。サーペントテールでも殴りに行くつもりか。人々の自由と平和を脅かすような思想は一切持たずにクソ強い、超絶貴重な人材だから、何としても生かして確保したんだろうな。キラトシンはそこまでした理由を問いただすだろうし内容次第では勧誘もしそう。アスランはカガリを守るためにもリベンジマッチを組む。多分神話まんまデスティニー乗るだろうし再生産されたライフリカイモジャにはこいつが乗る。単に力比べしたいがためだけにやってきたようなやつだな。全身サーベルのアスランと近接戦しながら凝集する無数の神をいなしてキラのオールレンジ攻撃を切り抜けて機体もパイロットもボロボロになりながらラクスを捕らえる。すまない、ゲイツでキラ、アスラン、シンを相手にしたが無力化した時点でゲイツが大破してしまった。最近のブロリー枠じゃんこいつ。
ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。